2022年の日本女子プロゴルフツアーも残り3試合となりました。その中でこの伊藤園レディス、山下美夢有が優勝して、西郷真央の順位次第では年間女王が決めるという試合です。ただ18勝目を狙う上田桃子が単独のトップ、さらには初優勝を狙う岸部桃子もいます。大混戦の最終日、最終組は14番のセカンド地点です。113ヤードピッチングで打ちました。ラウンド解説は村口文子プロです。そして放送席の解説、伊藤園所属塩谷育代プロ、さらにはこの大会のゼネラルプロデューサーを務めていらっしゃいます戸張翔さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。これね、いきなりですがね、はい、この今日のピンの位置手前でですね、さっきからずっと見てんだけど、はい、手前のバンカーに入れて、トラブルになる選手が結構いるんですね。そうですね、はい、だからまあこの最終組はもうそういうギリギリを狙うというよりはピンよりちょっと奥、まずは2オンという。そして上田桃子が打っていきました。ピンまで112ヤード風がフォローなのでね、やっぱり難しいですよね。グリーンに乗せました、はい、ご覧のようにあのグリーンの左右に大きな高い木が密集してますから、あのフォローの風でも向こうに当たってアゲンストの風に変わるという非常に風の計算難しいピンの位置ですね。今日は手前から12、右から5ヤードというピンの位置。そして山下美夢有、106ヤード、48ヤード、48度のウェッジ持ちました。山下もグリーンに乗せた、まあ、やっぱりねここまで打ってこないとちょっと不安、はい、手前のバンカーにはどうしても入れたくないっていう、そういうことなんですね。さあ上田が12番、そして岸部も12番で一つ落としましたが、3人ともグリーンに乗せています。西郷真央が映ってきました。バーディーパット、まあ彼女にとってはね、はい、山下にこうむざむざと、タイトルを取られてしまうのは嫌でしょうから、でも惜しかったですね今の。そうですね、一筋違いましたね。最終組です。岸部桃子バーディーパット、ああこれは左曲がると読んだんでしょうね、実は戻らないんですね。今日のカップ周りはほぼストレートですね。まあ岸部はもうランキングいいところにいますから、はい、来年のシード権はほぼほぼ確保してますね。まあ、昨シーズンまでは賞金、さらにはメルセデスランキングの上位50位以内の選手に来シーズンのシード権が与えられていましたが、今シーズンからはメルセデスランキングに一本化されました。山下は強さを見せてるんですが、最終日のこの最終組にいるとパットがほんの少しずつ外れるっていうですね、見てるとねそういうケースが多いんですね。だからこういうのが一つポンと入ると、はい、そのまんま行ってしまいそうな強さを持ってますがね。ここまで山下選手パーオン率 100% ですね。あ、そうですか。だからバーディーパット一つも入らないってことですよね。さあこのバーディーパットも手前、いやここまでパーを並べている山下ですけれども、村口さん、今日この山下のプレーはどのようにご覧になっていますか。まあ、風もあるので昨日に比べたらショットの寄りっていうのは少ないんですが、はい、やっぱりパッティングですね。そう、パッティング、やっぱりもう狙ってるパットが弱いっていうのがですね、弱かったら絶対入んないですからね、はい。まあ、今も少しショートをしていきました。これだけ強い選手だから、全部パーオンしてバーディーがないっていうのもね。そうですね。さあ一つこの西郷の順位も山下にとっては気がかりなものになります。まあでも今日は山下はそんなこと考えてないと思いますね、はい、結果ですからね。さらにはディフェンディングチャンピオンの稲見は今日素晴らしいプレー、3バーディーノーボギー。あー、これも弱い、弱い、まあ、やはり塩谷さん、先ほど雨も降りましたし風も強い、はい、そういったところも選手たち影響しているんでしょうか。もう本当に数分で天候が変わっている状態ですからね、はい、選手たちもなかなか苦労するでしょう ね、 この特に上がりの3ホールは風の影響を強く受けます。さあ上田桃子バーディーパット沈めるか、これもわずかに届きませんでした。
まだ勝負は残り4ホールでどうなるか分かりませんね。さあ上田桃子が単独のトップ、ただ岸部桃子、山下美夢が1打差、2位タイで追いかけていきます。さあ最終組が15番にやってきました。まずは山下美夢、去年まではこれの一つ右先のティーから打ってたんですが、はい、今年は本当にフルバックから打てるようになりましたね。パーオン率 100% ですから山下はね、ティーショットもこうやってフェアウェイのキープ率も相当高いと思いますよ。村口さん、そのあたりどう見ていますか。そうですね、ショットはいいんですけど、やっぱり後半なのでやっぱりパッティングがショートが多いですね。そして岸部桃子が2番目に打っていきました。岸部さんの良さは何ですか。ですね、まだレギュラーでは勝ってないんですけども、今日は、ね、落ち着いてやってますね。飛距離は2人よりは少し劣るんですけども、はい、アプローチとか上手いですね。まあ、上が唯一心配なのは、ここから残り4ホールになってきた時に、はい、こうちょっとティーショットをセカンドショットをこう左に巻き込む、ドローが大きくなってしまうというですね、そこら辺が心配なところですね。そして上田桃子、ひときわ大きな歓声がギャラリーから集まりました。まあ、今年はでもこうやって36歳で一番ここまで飛んでくるっていうのを塩谷さんすごいね。すごいと思います。まあ、ね、本当に日々の何でしょうね、コツコツ努力を積み重ねた結果だと思うんですけれども、はい、一番こう気持ちが充実しているというか、やるべきことがなんか明確に持っている選手ですよね。まあ、金田久美子も30代半ばで勝ったし、今年は、ね、そうですね。そして上野菜々子が映ってきました。16番のこれがバーディーパットを沈めた。まあ、上野菜々子は現在メルセデスランキング60位です。シード圏内50位までは95ポイントほどの差があります。いつでも順位を上げて終えていきたいという選手の一人です。この試合と来週の試合しかないですからね。そうですね、はい。まあ、最終戦は限られた上位選手しか出場ができません。そして稲見萌寧、もう稲見さんらしいラインの取り方でストレートに近いフェードできましたね。はい、もう稲見さんがこれ10にしておくとまだまだわからないと思うんですがね。そうですよね、そう、本当わかんない。先にホールアウトして待ってるとね、はい。そして最終18番、桑木志帆が映ってきました。現在ランキングは51位、シード圏まではあと一つという順位です。こういうワンパットが、うわ、最終18番はパー、1アンダーで最終日を終えました。まあ、抜かれる可能性のある選手は、ね、嫌だろうし、追いかける選手は入れたいだろうし、そうですね、立場によって違いますね。はい、さあ最終組、上田桃子の姿が映ってきました。現在単独のトップ、これからセカンド地点、山下美夢、そして岸部桃子の状況も気になります。最終組が15番セカンド地点にやってきました。まずは岸部桃子です。風は左からのちょっと強いフォローですね。はい、雨も降ってきました。ああ、そうですか。もう今のはぴったり狙ったラインに打てたセカンドショットですね。ダウンヒルを下って、はい、プロ10年目の選手です、はい、初優勝を狙うという岸部、デビュー当時に比べると12キロも体重が増えたそうですね。はい、今週は妹さん花子さんがキャディーをしてますね。なので少し気持ちはリラックスできてるんじゃないかと思いますね。まあ、年齢としては2歳年下のティーチングプロをしているという花子さんが今日は岸部桃子のキャディーをされています。これ山下ですね、そろそろバーディー欲しいと思いますね。いや、ちょっと気持ちはね、少し焦ってるかもしれないですね。ね、そうだと思うね。はい、
エッジまでまだ270近くありますね。どこから打つかですね。3打目はここまでまだバーディーがない山下です。ショットは何の心配もないと思いますね。そうですね、あの球が全くねじれないので本当安心して見てられますよね。まあ、2日間通してまだボギーが昨日の16番の1つだけというこの山下のプレーです。村口さん、焦りが見えてるというのはショット以外やっぱり、昨日あれだけバーディー取って今日が全く決まらないっていうのはやっぱり勝ちたいっていう気持ちが強ければ強いほど、やっぱり入れたい入れなきゃってなってきますよね。特にの残りホールが少なくなってくると手が動いてないんですかね。まあ、特にパー5というのはね、サードショットショートアイアンで打ちますからやっぱ欲しいでしょう ね、 そうですね。上田選手エッジまでに245ですね。この15番は今日ここまで最も優しいホールになっています。今のはでも軽くスムースにいい感じで来れたんじゃないですか。うわ、こんなとこまで来てる。バンカーの少し右のフェアウェイ、グリーンの手前まで持ってきました。いや、もうこれ近いです、これちょっと今の絵でピンまで見せてくれると分かりやすいんですけど ね、 そうですね、ピンまで果たしてどれくらいの距離まで持ってきたでしょうか。さあ山下、上田、さらには岸辺桃子の最終組が15番のグリーン上です。これはね16番、最後はクラブをもう離しました。右の林ですか。これはもう今日のピンの位置というかグリーンの方向へ打つのがもう難しいですね。はい、プレーあります。待ってください。これ出していってサードショットの勝負しかないですよね。はい、メルセデスランキングは現在2位、1位の山下とは579ポイントほどの差。まとばりさんおっしゃったように出すしかなかったと、もうあそこはもう出すしかないですね。そして最終18番稲見萌寧、彼女のフェードがこの左のピンをどう攻めていくか。去年のディフェンディングチャンピオンです。なんか今落ち際のボール見てると止まってるかのように見えましたね。そうですね、風が、想像以上にあるんですね。今の稲見選手を右というような、ジェスチャーしました。あのね、グリーンの左から風がまともに吹き抜けてるんですね、そういうことなんですね、最終組が15番第3打地点にやってきました。岸部選手ピンまで72ヤード、左からのフォロー、まずは岸部が打っていきました。グリーン面奥から少し転がして、まあナイスオンですけどね、ではちょっと難しいですね。難しいですけどね。そうです、村口さん、今少しカメラの画面に雨粒が映ったように見えたんですが、そうですね、少し降ってきましたね、また、で暗くなってきました。本来山下の力から言うと、はい、こういうアプローチは 縦の距離が合う選手ですから、ピンまで70ヤードほどですね。今シーズンパーオン率は2位につけている山下、相当近くまで、いや、こんなところにまで持ってきました。これはもうバーディーチャンス、ほとんど間違いなくバーディーだと思いますが、彼女のショートアイアンというのはね、はい、まあ、今打つ前にも言ってました、言ったように縦の距離は合うんですよね、もう非常に、まあ、今の入ってもおかしくないですよね、村口さんは今のショットどのようにご覧になりましたか。さすが山下選手って感じですよね、やっとバーディーが来ますね。そうですね、ここまでパーを並べてきた山下です。まあ、この試合で優勝して西郷真央の順位次第では年間女王が決まるという戦いです。その西郷真央16番のサードショット、先ほどは出すだけという第2打になりました。西郷さんは今年全米女子オープンとそれから帰ってきてまた全英行って、はい、その後のやはり成績がちょっとこうつながらないというかね。そうですね、
春先の勢いがすごかったですからね、うん、そうですね、うん、まあ、開幕戦から10戦で5勝を挙げた西郷真央です。こっちはピッチエンドランですね。そして上田桃子40ヤードほどになります。ピッチ沿いで少し転がす、微妙ですね、はい、少し距離は残しました。一方の山下はバーディーチャンスにつけました。さあどうなるでしょうか。雨も強まってきたでしょうか、うん、15番のグリーン上山下美夢有の姿です。あの天気図で僕このさっきずっと見てたんですけど、はい、細かい雨雲が切れ切れにこの房総半島の上通ってるんですね。だから降ったりやんだり降ったりやんだり、それから風が西風というかですね、はい、が結構強めに入ってきてるという、南西ですかね、南西の風ですかね、はい、今も傘に当たる雨の音だと思うんですが、うん、強まってきているのを感じます。その中で岸部桃子バーディーパット、どうだ、上から転がした。これで沈めて岸部桃子も上田桃子に並びました。ナイスバーディーですね、一番傾斜の強い位置からでしたね、うん、ご覧のようにパッティングの軌跡をご覧いただいていますが、村口さん、今のパッティングどのようにご覧になりましたか。いや、やっぱり相手にプレッシャーをかけたいいバーディーだったと思いますね。はい、まあ、岸部桃子は憧れの選手がこの上田桃子ということです。その上田と優勝を争う展開、18番稲見が映ってきました。これが入れば2桁アンダーに乗せるがというところですよね。今回は惜しくもですね。そうですね、はい、まあ、去年は後続に9打差をつけて17アンダーで優勝した稲見萌寧です。そして上田桃子もバーディーパット、これ見た目以上に上りきついですからね、はい、村口さんはどのようにご覧になってますか。いや、もう本当気持ちで入れてもらいたいですよね、上りですからね、しっかりめに。岸辺に並ばれた上田だったが、さあ10秒待てます。雨も降っている中ではありますが、これはもうタップインしました。まあ、これは弱いと見た方がいいでしょうね、はい、はい、先ほどから打ててない、まあ、山下さんと2人ですね。そして16番、西郷真央はこれがパーパットです。 20m ほどはあるでしょうか、長いパーパット。ここから切れて寄ってきてはいる、うん、まあ、いいパッティングでしたがね。一方山下美夢有はこれがバーディーパット、並んだ。これでトップが3人、優勝争いは熾烈。山下、岸部、上田が12アンダーでここで並びます。西郷真央は16番、ボギー一つ落として7位タイ。雨が降っているグレートアイランドクラブです。15番で山下、岸部、上田が並びました。並びましたね、はい、まあ、ティーショットティーイングラウンド立った時結構プレッシャーのかかるホールなんですが、今日は右からの風ですからね、そのフックの風を計算しながら今日はセンターから左にフェアウェイキープしたいですね。ピンの位置は右の端です。今日はこの16番、ま、はい、このね、16、17、18はもうこの伊藤園レディスのグレートアイランドクラブの、まあ、定番の位置なんですね、はい、ですから各選手も大体あそこに来るだろう、最終日やっていうのは大体選手が分かってて、うん、はい、それでもミスして右に行っちゃう人もいるんですよね。大橋塩谷さん言ったようにフェアウェイの真ん中にちょっと左目が一番いいですね、うん、さあその左目に山下はまず置いていけるでしょうか。結構振りましたけどね、今右のバンカーまででだいたい249ヤードですが、ほぼパーフェクトですね。中央からやや左、山下のティーショットでした。
もう残り3ホールも自分との戦いもありますよね、気持ちで負けないか。残り4ホールで3人が並んでるっていう、まあ3ホールですね、というケースはあまりプレーオフにならない、あ、そうですね、パーセンテージが多いと思います。あ、ちょっと池危ないか。左に飛んだように見えましたが、池は越えてきました。いや、初優勝を狙う、はい、塩谷さん、はい、ちょっとなんかね、やっぱり気持ちが先に来てるような感じしますよね、スイングがね。そう、ちょっと早かったですよね、はい。まあ、でもここまで優勝争いにね加わってくるとはね、メンタルも強いんじゃないですかね、まあ、ステップで2勝してるでしたっけ、はい、そうですね、はい、とはいえだからね、こういう。そして上田桃子は通算18勝目を狙います。戻ってきてればどうだ、右の林キックしてさらに転がっていきました。どこ行った、いや、これが画面左に見えました。うわ、木の根元、上田桃子16番ティーショットでトラブルになりました。これはもう出すしかないですね。おそらく右からの風を計算して、まあ持ち玉通りの狙いだったと思うんですが、はい、ここフックっていうかドローしなかったですね。はい、しなかったですね、うん。村口さんは今の上田のティーショットはどう見ていますか。いや、あの前半上田選手2番のパー3で木に当たったのがグリーンに乗ったり、はい、9番も木に当たったのがグリーンサイドにしたりと、そういったのがあったんですけど、ね、ここはなかなかそれが出なかったですね。そして最終ホールではメルセデスランキング83位新垣比奈が映ってきました。まあ、新垣一つでも順位を上げてシード圏内へと近づこうという戦いです。まあ、彼女もでも やっとこのところでカムバックをしてきたという、ね、そうですね、選手ですからね。さあ、山下がトップに並んだ中で最後は17番ティーショット。これはあのバランスのいいショットでしたね。ピンの右奥、ここでこうやって見てると、あの勝みなみがホールインワンしたのを思い出しますけどね。そうですね、そうでしたね。そして最終18番稲見、去年のチャンピオンです。うん、最終日は3バーディーノーボギーというプレーでした。9アンダー現在4位タイでプレーを終えています。今日の3アンダーは立派ですけどね、はい。そして23歳吉本ひかる、今大会はサイ・ペイン選手の欠場でウェイティングで出場しています。まあ、吉本もランキングは70位と、戸張さん、しびれる戦いが続いています。そうですね、まあ、ちょっとここから追いつくのは大変だと思いますけどね。23位タイ、3アンダーでフィニッシュをしていきました。最終組は上がり3ホール16番のセカンド地点です。上田桃子がティーショットを右の林に入れた中で、さあどんな展開になっていくのか。村口さん、これはまず岸辺から打っていきますか。そうですね、岸辺選手ピンまで150ヤード、風はアゲンストですね、はい、アゲンスト、はい、右からのアゲンストだと思います。岸辺さんの持ち球は何でしょう。持ち球はほぼほぼストレートですね、はい、今日の16番グリーン、ピンの位置は手前から15、右から3ヤードです。この角度からだと縦の距離間違えると、はい、奥の崖に落ちてしまいますからね。非常に手前もあるよね。ありますね、距離感難しいですよ。だからグリーンセンターからこう多少フェードで攻めていくというのが、まあ、一番いいと思いますが、はい、ユーティリティの5番を持ちました。砲台グリーンに向かって打ち上げ、ここからスライス乗せた、そしてピンに寄った。うん、これだけ風が吹いています。その中で素晴らしいショットを見せました。右から風吹いていて、フェードボール打ちましたからね、はい、これは塩谷さん、バーディーチャンスといって十分ですね、狙います。今選手から左サイドからするとほぼほぼ正面からの風ですね。あ、正面ですか、はいはい。山下選手ピンまで149ヤード、6番アイアン持ちました。6番アイアン、すごいよね。ここまで
この試合も 100% のパーオン率と今日の最終日です。いい音してます。どうだ、グリーンに乗せて同じ段には持ってきましたが、はい、入る確率はちょっと低い塩谷さん、はい、でもこのピンの位置だともう攻めたいんだけどちょっと攻めるのはまだ早いかなとかいろいろ考えますよね、うん、並んでるだけにね3人が届け、最後マンは少しパッティングで苦しんでいます。あの、ね、プロゴルファーってね、はい、あと話を聞くとですね、届かない、届かずに外れるバーディーパットが一番悔しいって言ってますね。あ、はい、怒ってます。怒るんです、はい、届かないと悔しいんです。そして16番上田桃子のセカンドが映ってきました。木の根元にあって触れる、スイング触れる方向だともう目の前の林がもう密集してますよね。でボールの下が少し砂地になっているので、はい、うまくクリーンに入れないと。しかもここはあの結構木の根が密集してて、はい、結構不安定なラインになると思うんですね、はい、ですから村口さん、これうまく出せるかというところも気になってくると。そうなんですよ、本当フェアウェイが横に出そうとしても横に出すとこの木がスイングに邪魔になるので、もう今考えどころですね。今キャディーさんは少し右を見ていたようにも見えましたが、右は思ったんだけど、どっちへ出そうとしたのかな。もしかしたら15番まで出して、あ、やはりそうですか、っていう考えもあるかもしれないですね。15番からしかし木を越えてグリーンへ打ってくるのはなかなか、あ、そうでしょうね、やっぱり左だよね、はい、16番は北から南に向かっていきますが、その右隣に南から北に向かっていく15番はあります。前方に出すとするとよっぽど低い球でうまく転がっていかないとまた林の中っていう場合もあります。現在12アンダー、トップは3人。バンカーまで届いてくれば最高ですけどね。しょうがないですね、これはね。正面の木に当たって、うん、ラフに落ちました。次も邪魔ですね。いやこれ進行 しないと、うん、さあアマチュア17歳馬場咲希が映ってきました。最終18番パーパットを外して16、17、18と、まあ、最後上がり3ホールは3連続ボギーという結果にはなりました。でもね、彼女はあの全米女子アマに勝って帰ってきて、はい、日本女子オープンにも出ていろんなトーナメント出てちゃんと予選通って ね、ここまできっちりやってきていて、まあ、やっぱり大変な選手だと思いますよ。本当にハードスケジュールの中でのね、この大会でしたからね。アマチュア選手の中では唯一決勝ラウンドに進出しました。さあ上田桃子です。3打目95ヤードなんですが、やはり前方の木が邪魔になりますね。低い球で行くと手前のバンカー、絶対ボギーですね。もう悪くてボギー、もうパーはちょっと考えにくいというか、この状況の中でこれ上はもう前の木の上は越えないでしょうね。越えないですね、はい、若干左足下がりになります。ですから村口さん、グリーンの左になんとか乗ればという感じなんでしょうか。この高さだもんね。そうですね、本当左ギリギリになると思いますね。はい、難しいのは砲台だということですよね、はい、このグリーンが。どう、あの低い球打ったの手前の土手にぶつけてワンクッション、ワンクッションで乗せるのか。さあどうだ、うわ、手前の木に当たってバンカーに入りました。大きなトラブルをこの上田は16番で迎えています。今のはミスショットですね。12アンダーで岸部、山下、上田が並んでいる状況ではあります。そして原英莉花、最終18番。原英莉花は7アンダー、7位タイで
この伊藤園レディス最終日を終えました。原さんはどうしてもやはり最終戦に出たいという気持ちが強いのでね、はい、あと1試合、はい、エリエールレディスオープンに向かいます。さあ16番上田桃子にとっては大きなトラブルです。ピンまで37ヤードありますね。バンカーショットの前選手ですけども難しいショットになります。昨日もラウンド後にはバンカーショット入念に練習をしていました。うまい本当にうまいですね。いや今塩谷さんも驚いた声を見せ上げましたけれどもどうでしたか。もう入ったらパーって言おうと思ったんですけどね。いやでも完璧でしょう。村口さんいかがでしたか今のショット。いやうまいですよね。やっぱりもう、ね、本当に小技がうまいです。本当技術がありますよね。引き出しが昨日もラウンド後には入念にこのバンカーショット練習をしていました。そして上野菜々子最終18番、これがパーパット。おお惜しい。カップに蹴られます。ただ笑顔は見えています。まあみんなこのランキング60位70位、こういったところの選手がね、はい、こうやって残り2試合の中でよく頑張ってますよね。一つスコアは落としましたが8アンダー5位タイで伊藤園レディスを終えました。さあ16番、山下はピンの左、うん、この山下の位置村口さんはどう見ていますか。決して優しくないですけどね。右に消えていくラインですね、はい、この最終日ここまでパーオン率は 100% という山下です。しっかり打っていって曲がってきたが、まあ、今の位置からはこれでいいと思いますね、はい、そしてお先のパー。山下は15番で最初のバーディーがありましたがその後はパー。しびれるゴルフを続けています。今日は強いパッティングができてないようですね。そうですね。村口さんやはりそのあたり雨や風の影響そして優勝を意識しているという部分もありますか。あの前半は結構しっかり打ててたんですけども、はい、やっぱりね中盤からなんとなくちょっとショートが多いですね、まあ、少し雨の影響もあるかと思いますが、これはまあ今回の伊藤園レディスのタイトルの行方に大きな影響を与えますね。そうですね、はい、岸部桃子のバーディーパット。ストレートのラインどうだ。決めれば単独トップというパッティングでしたが山下と並んでいます。残り2ホールですからね。はい、入ります。そして西郷真央は18番のセカンドに入ってきています。この位置正面の木は大丈夫そうです。これバーディーを取れば5位タイまで上がりますね。この西郷の順位次第で山下が優勝すればそのまま年間女王が決まるという試合です。いや落とされてる。風で相当持ってかれますよね、はい、うん、かなり長い距離が残りました。グリーン周りはね遮るものが何もないです。さあ上田桃子はこれがボギーパット。いや決めたらまだまだ分かんないですからね、はい、入れてほしいね、はい、沈めれば1打下がるということにはなりますがそれでもまだ1打差。曲がれ曲がれ。狙ったところへ出てるような気がしますけどね、はい、村口さんなんかここまでやってきて、まあ、今自分との本当に気持ちの上で戦ってると思うんですけども。そうですね、やっぱりこの終盤でダブルボギーって本当精神的にはもうがっくりくると思うんですけどね、うん、でもこのコースですからね。昨日も上がりバーディー取ってますね。そうですね、バーディーバーディー。上田は16番2つ落として順位を3つ下げました。さあ山下、岸部12アンダーで並んで17番に向かいます。
そして伊藤園所属大里桃子所属先ということでね、はい、まあ、とりあえず予選ギリギリ通過して、今日は気持ちよくプレーできたのではないでしょうか。今日は4バーディーノーボギー、素晴らしいプレーを見せました。6アンダー11位タイで試合を終えています。雨の降りしきるグレートアイランドクラブです。まあ、でも気温が高い分だけ助かってますね。そうですね、うん、高いというか気温がね、はい、体がまだ動きますからね、さあこの17番、はい、今日はねティーイングエリアの左の方からティーがセットされていました、はい、ですからこの池が十分こうかかるような位置に切ってありますね。手前から24、左から7ヤード、どこまで打ってこれるかですが、勇気が必要なティーショットになります。今日は実測で204ヤード、パー3の中では最長となっています。これ先ほどあの荒垣が入れてました、はい、ね、そうでしたね、はい、今風ティングエリアあたりは右からのフォローになってますね。旗はちょっと左から吹いてるようですが、まあ池は絶対ダメですよね、はい、まずはトップタイの山下ちょっと逃げましたかと思うと、さすがに、はい、グリーンの中央から奥に転がって止まるか、止まりました。まあ、トップを走っているのであの位置で正解なのかもしれませんけどね、はい、あの風もねちょっと読みづらいんですよね。あ、まあ、イコール岸辺にとってもまずは乗せることっていうか、そうですね、うん、プロ10年目、ステップアップツアーでは2勝を挙げている岸辺ですが、レギュラーツアーで初優勝を狙います。さあどうだ、コントロールして打ちましたね。うわ、止まらないか、止まる止まる止まる、グリーンはこぼれて奥のラフ。村内さん言ったようにやっぱり風の向き強さがちょっと計算しづらいんでしょうね、はい、ちょっとフォロー気味になってるんですかね、はい、フォローですね、フォローですね、なるほど、まあ、かなり奥に行ってしまった岸辺、うん、さあ、そして上田もねまだわからないですからね、はいはい、16番ダブルボギーで2つスコアを落としましたが、それでもまだ2打差、諦めるわけにはいきませんよね。まあ、先週の TOTO ジャパンクラシックも単独トップで出たんですが、逆転を許してしまった、優勝を意識しすぎたという話を昨日のコメントで残していました。そうですね、あの時は5位まで下がっちゃいましたからね、はい、まあ、その時にも一緒に回っていた最終日最終組はこの山下選手です。2週連続でこの山下と回る中で2度も優勝を譲るわけにはいかない上田、5番アイアンぐらいでしょうか、はい、そうですね、風を使うか、どうだ、ピンの手前から転がっていった、寄っていく、さあ塩谷さん、これはバーディーチャンスですね。もう意地のショットですよね、はい、ダブルボギーの後の意地のショットだね、本当、はい、ナイスショットです。村口さん、今のショットいかがでした？本当に意地のショットです、なんか素晴らしい、はい、打ってるところをね山下さんずっと見てたね、見てましたね、上田さんのその気持ちの切り替え強さをなんか確認したかのように見てましたね。上田桃子に追いかけられるという展開ですが、まだ油断はできない山下、まあ、国内メジャー初優勝を含む3勝を挙げました、まあ、今シーズンは30試合に出場してトップ10が戸張さんなんと19回、大したもんですね、安定度から言ったら本当に抜群ですね、そうですね、予選落ちも5回しかないというこの山下です。堂々たるランキングトップ、この試合で年間女王の座につくことはあるんでしょうか。小柄な選手ですけどね、まあ、非常にスイングが、塩谷さんどういう表現をすればいいんですか、こういう、まあ、小気味よく、あの全てこうリズムがいいよね、いいですよね、うん、見てる方もなんかスカッとするというかね。
そして18番西郷真央バーディーパット。西郷真央の順位次第では山下が年間女王になってしまうという。今ね7位タイですから、西郷は、まあ、このままだとこれで山下がもし優勝するとということです。そうですね、はい、西郷真央は次がパーパットです。上田桃子はバーディーチャンスにつけて、山下美夢もギリギリグリーンには乗せました。一方岸辺桃子は奥からのラフです。若干の逆目になりますね、はい、でグリーンエッジから先が少し下りになってます。戸張さん、ここからのアプローチいかがでしょう。ちょっと嫌だと思いますね、どうしてもこうなりますよね。ちょっと向こうにオーバーしてしまうのが嫌なんですよね。だからまあどうしてもこう合わせてしまう。やっぱりスッていくようなイメージがあるんですよね。あるでしょ、ね、雨は降っていますが、塩谷さん、まだグリーン面は硬そうな音もしていました。そうですね、まだ影響はないと思います、さあ嫌な距離が少し残りました岸辺。だからこうやって見るとさっきねちょっと話しましたけど、はい、岸辺の16番のバーディーパットって結構大きな意味を持ってるっていうのはですね、勝負のあやっていうか、今度この17番のこの山下のこのバーディーパットがまた大きなポイントになると思います。はい、今の、まあ、岸辺さんのアプローチが思ったほどいかなかったのは参考になると思うんですね、そのあたり優勝を狙うにあたっては、まあ、誰が先に打つか、どこにつけるかというのも非常に重要になってきます。そう、打ててない、ここまで打ててなかった山下が今のアプローチ見てきちっと打ってくる、ね、はい、距離はありますが山下美夢バーディーパット。転がって、いい立ち、はい、まあ、村口さん、ちょっとショートが続いていた中でしっかり打っていきました。そうですね、まあ、距離がまだ 12-3 メートルありましたので、ね、はい、ナイスタッチだったと思います。山下が先に行くようです。見つめるのは岸辺と上田。これはもう先の方がいいですね、はい、もうグリーンの横行って待てますからね。山下がタップインパー。今日は唯一15番でバーディー、それ以外は全てパー。さあ先ほどのパッティングです、少し左にそれていきました。この状況の中で岸辺さんはしっかり打つことは難しいかもしれないけれども、はい、逆に上田さんはもう腹据えて、もうラインをもう浅く読んで強くいってほしいですよね。上田は唯一この最終組では今日オーバーパー、3オーバーですから ね、それも先ほどの16番ではダブルボギーでしたが、この17番ティーショットいい位置につけました。そして岸辺桃子はこれがパーパット、これも打てるかどうかですね、はい、下は今心の中でどんなことを考えているのか。岸辺が一つ落として山下が単独のトップになりました、そして西郷真央最終18番パーパット沈めた。西郷真央今日は3バーディー3ボギーイーブンで7アンダー7位タイ。さあこの順位が山下にとってはどう影響していくか。いや、まあ、はい、あまりそこは山下は考えてないと思うんですね。そうですね、はい、
まあ、何しろこの今回の伊藤園レディスのタイトルを取るか取らないかのところですから、結果としてはメルセデスランクトップで、ね、フィニッシュということになると思いますが、その前にまだこの試合ですよね、はいはい、そして3人の中では唯一左奥につけた上田桃子、入れておけばチャンス残ります。どう、うわ、村口さん、今の上田選手のパッティングはどう見ますか？いやー、入れたい気持ちは本当すごかったんで、それがちょっと逆に入らなかったって感じですかね。分かってるんですよ、試合の流れが。はい、分かってるだけに。17番で山下美夢有が単独のトップに立ちました。岸辺が1打差2位、そして上田桃子は3位。初優勝を狙う岸辺桃子、そして年間女王の称号がかかる山下、さらには18勝目を狙う上田、三者三様のドラマがこの18番で終わりを迎えます。いつもと変わらぬテンポで打ちましたね、はい、少し右ですが今日は右サイドからでも大丈夫そうですね。前の木の枝がかからなければいいと思います。さあ17番バーディーチャンスにつけましたが、惜しくもバーディーとはならなかった上田ですが、この最終ホールにかけます。初日2日目バーディー、これは上田さんの持ち球のドローがしっかり出ました。はい、まあ、2打差ということで、はい、バーディーボギーで分かりませんしね、まあ、気持ちの上ではちょっと辛い状況ではありますけれども、そうですね、はい、まだ分かりません。そして岸辺桃子、はい、これはいい位置ですね、まあ、普通のホールだったらなんとなくこの2打差って大きいんですけれども、はい、今日のピンの位置にこの最終ホールはね、本当にドラマが起きそうなピンの位置ですよ。風も強くなったり弱くなったりを繰り返しています。3年ぶりに有観客で開催をされている伊藤園レディスゴルフトーナメントです。多くのギャラリーが見つめる中、この試合で年間女王が決まるんでしょうか。山下美夢有が単独トップ、岸部桃子が1打差、上田桃子が2打差、そして18番のグリーン上川崎遥が映ってきました。今シーズンルーキーながら2勝を挙げている選手です。本当に彗星のごとく現れて、はい、ポンポンと勝ちましたね。そうですね、こういう選手が本当に今の JLPGA ツアー盛り上げてくれてます。2週前の三菱電機レディスでも優勝争いをしました。さあその川崎、これを決めれば4位タイ。どうだ、うん、今の塩谷さん、はい、このこういう難しさが今年のグレートアイランドのなんかグリーンなんですよね。はい、はい、ただ川崎遥は5位タイでフィニッシュをしていきました。村口さん、山下さん、このシチュエーションどうですか？いやープレッシャーかかりますよ ね、 ね、ピンまで173ヤード、風は左からのやや横風ですね。これ縦の距離も間違うと池ですからね。そうですよね、ピン方向に打つと多分6番アイアンだと思いますね。若干左足上がりです。さあファーストカットラフからではありますが、山下どうだ、ずいぶん右には飛び出しました、はい、グリーンには乗った。このショットは村口さん狙いと違いますよね。はい、あれの半分ぐらいのところに狙ったと思うんですよ。
やっぱり左に行かせたくない、捕まえたくないので、上半身の起き上がりが早かったですね。その分フェースが開いた状態で当たりました。まあ、優勝がかかる中ではあります。それだけ池が気になったか山下。そして上田桃子、ピンまで170ヤードです。上田は山下よりは内側につけました。16番でダブルボギーがあって2つスコアを落としましたが、最後まで粘りのゴルフを見せます。そして岸部桃子、これをチャンスにつければ山下にプレッシャーをかけられます。ピンまで160ヤード7のアイアンだと思いますね。7番アイアン戻ってきたか。あ、上田と山下の間くらい、パッティング勝負ですね。さあ塩谷さん、はい、戸張ですけど、グリーンサイド来ましたけど、はい、山下のこのパットは簡単には2パットではいかないと思いますね。いかないですね。これはね、相当距離があって間にちょっとしたマウンドとかダウンヒルがあって、ちょっと上がって向こうが池で落っこってるように見えますね、はい、本当に難しいパッティングだと思います。さあいよいよ優勝争いも大詰めです。さあ最終組がギャラリーの待つ最終18番のグリーン上にやってきました。山下、岸部、上田です。戸張さんお願いします、はい、これ今ね、横のラインから横から見てるんですけど、はい、山下のポジションからカップに向かって全体的には下り坂なんですね。だけど途中で一度こうスロープがあって降りてからちょっと上がって、また最後ダウンヒルになるというですね、力加減の大変難しい。距離はまだ22メートルほどありますよね。ありますね、ありますね。この試合で優勝すれば年間女王が決まるというその山下。まずはバーディーパット行くか届くか。左へ切れながら届かないね、やっぱりこれだけショートするってことは、ちょっと想像しませんでしたが、これ岸部さんにとっても、まあ、チャンスですね。チャンスですよね、チャンスです。村口さん、今のパッティングは岸部にとっても参考にはなったんでしょうか。あのですね、山下選手が打ってボールがこう転がったと、もう岸部選手動き出しましたよね。まだ私にチャンスがあるっていう気持ちになったと思いますね。そう、まだ転がってる間にこうラインを覗きながら歩いてましたからね。まあ、年間女王もそうですけれども、まずはこの優勝争いです。山下が単独のトップ、岸部桃子が1打差2位、そして上田桃子もまだ分かりません、2打差の3位。そう、岸部にとってはこれ狙うのか、はい、2パットでいくのか、村口さんどうだろう。ここまで今日の岸部選手を見ると結構あまり打つタイプではないんですよね、ただやっぱりこの勝負がかかった時にやっぱりこう打てる選手ではないと多分たくさん勝ってはいけないと思うので、打ってもらいたいですね。これバーディー取ったら逆転ということありますからね、はい、もし山下がボギーで岸部がバーディー奪えば逆転になります。来ている来ているぞ、寄ってきたか、うん、ただ村口さんまだ分かりませんね。そうですね、もうみんな勝ちたい気持ちは一緒ですからね、はい、もう見てる方もドキドキしますね。しかしいいパットでしたね今の、素晴らしいです。シベは最終ホールパー、後続の2人の結果を待ちます。18番のあのギャラリースタンド、まだまだ大勢のギャラリーの方が見ててですね、はい、もう大声援を送ってますね、はい、まずは上田桃子のバーディーパット、これを沈めればまだまだ分かりません。いけどうだ、来たか、塩谷さん打ち切れなかったということなんでしょうか。そのように見えないんですかね、そのスピードがね、はい、おそらく重いと分かっていて、最後上田さん打ったんですが、それでもあれだけショートしたということは、
もう今自分に対してのなんか怒りとか悔しさとか情けない気持ちで今いっぱいだと思うんですけど ね特に16番を思い返した時に本当に悔しいでしょう ね、 そうですね。16番でダブルボギーがあった上田です。2つ落としてトップとは2打差で最終ホールを迎えています。さあ山下がもしこれを外してしまいますと岸部と並びます。村口さんいかがでしょう。山下選手はもう強めに来ると思いますね、はい、この勝負どころ本当になったら優勝争いはこの山下美夢有のパーパットにかかります。沈めるか、沈めた。山下美夢この38回目を迎えた伊藤園レディスゴルフトーナメント、見事最後はパーパットを沈めて優勝を果たしました。強いですね今の、はい、今のはよく入れましたね。今日初めて強く打てたんじゃないですかね、まあ今年の山下の成長というのが今のパットにこう凝縮されてたような気がします ね、 そ、 すね、はい、そして上田もこれを沈めて最終ホールはパー。悔しいゴルフにはなりましたが上田もトップ3で試合を終えています。山下の優勝、そして山下美夢有はこれで年間女王に輝きました。去年は賞金ランキング13位、今年は30試合に出場してここまでトップ10が19回、通算5勝目、今シーズン4勝目をこの伊藤園レディスで挙げて年間女王の座に見事に輝きました。たくさんのたくさんのギャラリー、3年ぶりにこの集まったギャラリーに温かい拍手で迎えられて力強いガッツポーズ、見事山下美夢有優勝です。まあ、本当にここまで強くなれたのはたくさんの応援があったからここまで来ることができたと思っています。これからももっともっと強くなれるように頑張りたいと思います。本当に応援していただいて本当にありがとうございました。